これが意見陳述といって、裁判ってなんか本当はすごい淡々としてるんですよね。裁判の第1回目っていうのは、陳述しますか、意見陳述なんだからなんか言えよって思うんですけど、実際は裁判は言わないんですよね。お互い来て淡々と陳述しますか、陳述します、陳述しますか、陳述しますっていう言葉を掛け合ったら、なんかもうその意見を言った代わりになるそうで、でそこから日程調整して終わりみたいな、そういうのが通常なんですけども、まあ、私はちょっと待ってくださいと、自分の言葉で、自分の声で言いたいことがありますということで、実際に、裁判の法廷のところで証言台に立って、このような意見陳述をしたので、皆さんにもその意見陳述を通じて、私がこの裁判で何を戦いたいのかということをお伝えしておきたいと思います。被告の大石明子です。3年前まで大阪府庁で公務員をしていました。いわば元上司であった橋本徹元知事が、元部下である大石明子を口封じのため訴えてきた、そういう裁判だと思っています。改めて自己紹介をしますと、14年前に橋本徹知事に朝礼で噛みついた女性職員が私です。橋本徹大阪府知事が就任最初の朝礼で、本当は始業前に朝礼をしたかったが超過勤務になると言われてできなかった、民間では始業前に準備や朝礼をするのが普通、そんなこと言ってくるなら勤務時間中のタバコや死後も一切認めない、給料をカットと声を荒げました。そんな知事として、そして維新の創設者として、橋本徹さんは人気を保ち、今なお毎日のようにテレビのコメンテーターとして維新を絶対的に評価し、政治的社会的影響力を誇っておられます。さてこの裁判の話ですが、原告である橋本徹さんはその訴状において自らには社会一般から肯定的な評価を得るイメージが備わっており、それが大石の発言によって傷つけられたと主張しています。まあ、ちゃんちゃらおかしいと思いますけれども、ご本人はそう主張されています。橋本徹さんは大石の発言が自身のそのようなイメージを傷つけるから訴えを起こしたのだと言いますが、こうした橋本さんの私を訴える行動こそが、私がそのインタビューで、インタビューにおいて言及した橋本さんが自らに批判的な、橋本さんに批判的なメディアに対する抑圧的な態度と、これは一緒でしょうと。今回橋本徹さんが抑圧したのがメディアじゃなくて元部下の私大石明子だったという構図ですと、私はそう考えています。そしてかつこの裁判は社会的影響力の大きいものが小さいものに対して行うスラップ訴訟の要素が大いにあると私は思っています。私は現職国会議員ですので社会的影響力が小さいとは申しません。しかし今回の裁判は社会的に大きな影響力を行使する原告橋本徹氏が自分に立てつく弱小政党の新人国会議員の私の発言をやり玉に挙げることによって、被告の私だけではないんです、被告の大石だけじゃなくて社会一般皆さんに対して自分を批判することがどのような結果を生むことになるのか、これを見せつけるようなものだと、そういう意味合いを持った訴訟であると私は思っています。だからこそ私の口を封じても無駄ですよと橋本徹さんには言わなければなりません。私は今回やり玉に挙げられた取材の先ほどの赤い字の記事の部分ですね、その内容のように、これからも黙りません。現在の大阪府政、大阪維新府政市政の問題について徹底批判を続けなきゃいけない。また橋本徹さんの元知事、元市長としての責任、非常に重大なものがありますので、この責任を私はこれからもますます問うていきます。世の中の多くの方に、維新や橋本徹さんの問題を私は訴えていきたいと考えております。まあ、こんなふうに、ありがとうございます。裁判で語りました。ありがとうございます。